皆さんこんにちは。ついに時空チャレンジがやってきましたね。校内のダンジョンってことで、僕一人の力では勝てないと思うので、知り合いのプロのパズドラーに依頼して一緒に攻略してもらおうと思います。それではプロが生活しているお家に向かいます。はい、僕の知り合いのプロパズドラが普段寝泊まりしてると言われる公園に来ました。ここで普段寝泊まりしてるらしいですね。だけど今は多分いないのかな。多分出かけてると思うので、帰ってくるまで待ちたいと思います。こんにちは。あ、お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。皆さん、このお方がね、今日コラボしていただくプロのお方です。それでは自己紹介お願いします。あ、どうも。プロパズラーのヌーと申します。あー、いや、ありがとうございます。これ生でこの挨拶を切るってめっちゃ幸せですね。いや、まさかね、僕もヌーさんとコラボできるなんて思ってもなかったので、本当にめっちゃ怖いっす。はい、それでは前置きはね、さておいても早速チャレンジしましょう。ね、時空チャレンジ来てるんで。でね、僕ね、今回事前に結構ガチガチにパーティー編成してきたんですよ。どうですか、この編成。強いでしょ。25点かな。そんな低いんすか？嘘でしょ。そんなに言うんだったら、じゃあヌーさんがちょっと編成してみてくださいよ。できたよ。あ、結構長かったっすね。じゃあ見ていいっすか。え、これ炭治郎じゃないですか。炭治郎、いや確かに強いですけど、今の時代に炭治郎は弱くないですか。嘘でしょ、これ1年前のパーティーじゃん。あ、すいません、ちょっと言い過ぎましたね。いや、プロにもさすがに策略とか戦略とかあると思うので、僕の配慮が足りませんでした。申し訳ないです。わかればいいんだよ。それでは気を取り直して、プロがね、早速挑戦してくれるみたいですよ。では皆さんも一緒に見ていきましょうね。プロの腕前いかに、ということで任せなさい。あ、ちょっと待ってくださいヌーさん、これもしかして裏神秘じゃないですか。今回ってあれですよ、神秘にダンジョン追加されてますよ。黙りなさい、私はプロですよ。あー、すいません。あー、そうですね。はい、じゃあプレイングお願いします。まずは初手で炭治郎変身する感じですかね。セーナ溜まってませんよ。あれ？あれ、なんかめっちゃパズルミスってますけど、本当にプロですか？本当にプロ？ホロライブ。全然削れてないじゃないですか。え、これ多分次のターン死にますよ。カナを使わないと、カナを使えばあれですよ、延命できます。カナを使ってって。うるせえよ、おめえは。うるせえ、黙っとけよ、おめえ。使えって。お前死ぬって、本当に。死にますよ。え、何やってんすか、本当に。しかもなんかパズル下手くそだし。本当にこの人プロなんですか？ああ、もううんざりしましたわ。もう帰りますわ、僕。すいません。あ、もう最後まで、もういいっす、いいっす。すいません。あ、さよなら。助けてくれ。ちょ、大丈夫ですか？大丈夫ですか、ヌーさん。ヌーさん！ヌーさん！